ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、来月11月16、17、18で第1回東樹園盆栽教室作品展を開催するにあたってですね、私が出す木をちょっと手入れをしていきたいなというふうに思います。どういったことをやるのって話なんですが、以前これ大体1年前ぐらいですかね。ですかね。はい。動画になった木だと思うんですけども、もともと立ってた木をちょっと寝かしたんだ。で作った木になります、山木の心拍なんですけど、これが、ちょっと伸び伸びになってしまっているので、それを手入れをして、少し棚をくっきりさせていくっていう作業をやっていきたいなというふうに思います。じゃあこれを展示すると。そうですね、展示をする作業っていう感じかな。あと最後コケ貼って、はい、どういう感じでやりますみたいな感じにできたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、皆さんこういう木お持ちだと思いますので、伸びてしまっている木に関しては、基本的には2つのパターンで考えた方がいいと思います。1個は伸ばして勢いをつけるっていうパターン、それと止めて葉を短く詰めていくっていうパターン、その2つが盆栽の大きな成長の段階の過程になります。でこの木に関しては一回ちょっと元気をつけようじゃないかということで伸ばし気味にしてました。で特にですね、頭の方はもう少しボリュームをつけたいなと思っていたので、特に伸ばしていた部分になります、はい。下の方はちょく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 切ってはいたんですけども、それにしても、だいぶそれからですね、月日が経って、伸びてきて、これで今回で3回目の剪定ぐらいになるかなと思います。まあ肥料はすごく効く肥料なので、そのおかげもあるかなと思うんですが、いよいよ展示に向けて、手入れをしていくっていう感じですね、はい。なので最初の動画の時の様子とはだいぶ違うんじゃないかなと、まあ元気ですね。あの時は結構スケスケだったかなと思うんですけど、それから比べるとだいぶ混んできたんじゃないかなと、そういうのが、盆栽の成長の過程の、楽しみというか、あ元気になってきたなって思える瞬間ですよね。で早速やっていきたいと思います、はい。で棚を形成する時にですね、一番重要なのが、輪郭っていう部分なんですけども、針金掛けをするときは基本的には下から整えていきます、ただ全体的にこの頭の大きさに合わせて今回は下枝も作っていきたいなと思っているので、今回は上からちょっと剪定していこうかなと思ってます。まずですね、この頭の部分に関しては最初の構想だともう少し高さを出して、前に持ってこようっていうような話でした。あんまり出てなかったですよね。そうなんですよ。ここがもうだいぶ出てきたので、こういうところをちょん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 切っていこうかなというふうに思ってます、はい。で第一前提としては展示会に出すのである程度ボリュームはつけておきたいんですね、なので不要な枝は不要な枝は若干あるものの、そこは少し残したままボリュームは活かした剪定にしていきたいなというふうに思います。ただ少しですね、こうやって懐から出てて、なおかつ先の方があまり伸びが悪かったり元気がないの、しかも間が空きすぎているようなのは、こういうのは取っていって、短いのを残していくっていうような、剪定を心がけたいなというふうに思います。これは伸ばしていた枝なんですけど、こういうのはちょっとそのまま残しておこうかなと思ってます。ここで一旦成長点に取ってしまうと、この枝ってもう太ってこないので、はい、一旦やっぱストップしてしまうと大体まあ半年ぐらい寝てしまうんですよね、枝が。なので一回も切らずに行きたいなというところで、こういうのは若干この中に入れて隠しちゃうとか、あとは、展示の時だけですけどね、ほうほう、針金をかけて、ちょっとタグってこの辺に置いとくとか。なるほど。そういう風にします。それを太らせたいから、太らせたいからですね、枝を、で特にこういうのは元気がなくてですね、成長もあまりしていない、しかも同じところからもう元気なのが出てる状態なんですよ、新しい新芽が。なのでこういうのを優先してあげた方がいいですね。
これをずっと残してしまうと、要は間延びした枝がずっと残ってしまう状態になるので、であとは展示をしていく中で全部を針金掛けする想定ではないんですよ、うん、ある程度もうできているものに関してはこの枝を生かした状態で展示していきたいので、現状下に向いているようなこういうような下っ端に関してはこういうのをどんどん取っていくっていうような感じですね、うん、で伸びているところを詰めるっていう感じ、はい、それで、展示に向けた剪定をしていきます。こういう感じで懐の方からもだいぶ元気に出てきてるんですね。上の方のここら辺が、この木は枝がなかったので、こういうところからいっぱい出てきてくれるとやっぱ嬉しいですね。これを将来使ってまた枝にしていきたいんですよ。こういうのとかその辺、まあ、これが将来の枝になってこの辺の空いているところを埋めてくれる枝になります。結構心がけたいのは、懐に短いのが出ていた場合はやっぱりそこまで切り戻したいんですよ、ね、そこはやっぱり伸ばしたいって意図があるんであれば伸ばすべきなんですけど、もう伸びなくていいよっていう部分に関してはそこを伸ばし続けちゃうと それがどん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 長くなって勢力強くなっちゃうので、はい、それかは、もういいっていうんであればそこまで切り戻してちっちゃい芽で作っていきたいですね、うん、切りするの？せっかくならね、これは糸魚川の本性なんですよ、うん、なのでまあ少し荒っぽいっちゃ荒っぽいんですけど、うん、それが逆にこの大きさと相まって迫力を出してるんじゃないかなと思います、はい、まあ、糸魚川で細かいのもいいんですけど、大きいこの迫力のあるに対してだからちっちゃすぎる葉っぱもどうかなと思う時も多々あり、この木に関しては逆にその山味が残ってていいなと思いますね。でこう棚を作るときは、はい、なるべくこの下っ端をきれいにしてあげるとより棚がくっきり出てきます。でより勢いを感じることができるんですね、はい、これがだれているとだらしない印象になったりとか、うん、元気がない印象になってしまうので、こういうのをきれいにしておくといいと思います。下の葉っぱ、下の葉っぱですね、これこういうの、そういうのとかですね。この時期でも挿し木つくの？まあやるだけやっといたらかなと思って、ハウスに入れといて、うん、まあでも人数つくイメージあるよね、新株に。まあでも捨てるのはね、もったいない、もったいないっていうか、まあ捨てちゃえばいい話なんだけど、そういうことをやってもいいんじゃないかなという。肥料の効きがすごいんですよね。この肥料は何を入れてるんですか？いろいろ配合してあるやつなんですけど、うん、粉なんですよ、はい、で粉なんだけど結構、まあ、遅効性でしっかり効いてくるっていう、うん、まあ、逆に御用とか元気になりすぎる傾向にはありますけど、その元気になりすぎるから胴吹きもしやすいんですよね、はいはい、最終的には縮めやすくなるような肥料 で、うん、で黒松とかもすごく色がいいし、 2,3 年前とかから比べるとだいぶ良くなった。全体の色がすごく良くなったんですね。何入ってるんですか？コップが入ってるんで。コップ、はい、だいぶね、彩りっていうのが、緑が深い、濃くな、はい、多くなってますね、今、うちの。はい、数時間経ちました。はい、どうですか？ざっとできたんですけど、やっぱりどうしてもだれてるところがあるので、そういうところをちょっと針金をかけていこうと思います。で、あともう一点なんですけど、やってて気づいたんですけど、はい、ここ、前に出したくてこの陣とここのシャリで引っ張ってたんですね、うん、
これがいつまでか切れてたんです。あ、めちゃくちゃなテンションで引っ張ってたから、はい、それが切れてたんで、これをもうちょっとやっぱり戻したいので、シャリにビスってじんと引っ張ってたんですけど、ほうほうほう、それがね、いつの間にか切れてた。これ全体をちょっと寄せようとしてたってこと？そう、前に持ってってたんですよ、うん、ずっと。切れたのは多分最近だと思うんですよ、ね、これはあれですよね、正面入れ替えたんですよね。そうですね、もともとこっちが正面だったんですよね。シャリを見せたくて、シャリを見せるために無理やりこう頭を作った。そうですね、確かね。ここね、ここ太い針金になってね、ちゃんと切れるっす。ここに入れて、はい、ここにやるって感じです。2枚重ねられて重ねて、はい、重ねてます。こっちは噛んだ噛んだ噛んだ噛みましたね、今噛んだ。よいしょ、お願いします。1ミリの忘れちゃいますよ。はい、どこまでやるか。お、大丈夫、全然。あ、枝当たってる？ん？どこ？この、そう、そこ通してる枝。これ？はい。うん、これ全然大丈夫。この身。大丈夫。問題ない。行きますよ。はい。わざと通していく。ここにあったやつを、下にくぐらしたんです、これ。はい。すごいよね。すごい。どこまで行くんだ？怖いね。怖いですね。結構。ストップします。あ、でも前、だいぶ前に来ましたね。これは近づいて、そうですね、ちょっと行ったよな、ちょい、やべ、大きいかな。あー、食い込んでますか？大丈夫、そんなもんだろう。もうちょっと、うん、寄りました。寄った、昔の写真と比べたらだいぶ頭あるような気がする。そうです、うん、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。あ、知ってた。ということで、はい、今頭を寄せてきた段階ですね、うん、で若干なんですけど、こことここ、まず今回展示を意識するので、はい、こことここのバランスは揃えたいなと思ってます。なので、まあ、後々は将来もうちょっと前には出していきたいんですけど、うん、一回ちょっとこの辺はこれぐらいまで下げて、右側に合わせて、そうですね、上げたいなというふうに思ってます、はい、ここはここ、頭はここはここ、こっち側も頭はここっていうふうに分けてあげようかなと思ってるので、うん、そういうようなちょっとだらしないのは針金かけて調整してあげたいなと思ってます、はい、こう棚が分かれるようなイメージですね。なのでまず最初に太いところの針金ですね、例えばこういうところの太いところだったりとか、また若干この辺もはっきりさせてあげたいので、こういうところをかけていきたいと思います。なんか展示だから針金も最小限にみたいな感じですか？まあ、見えないようにはしたいですけどね。ただどうしても見えてしまうところは見えてしまうので、
なんか全然進んでないですね。すいません。ここやりました？ここはい、今ちょっとやりましたね。起こしたか。ちょっと、はい、誰かにこう上げたって感じですね。部分的にやっていくんですね。そうですね。お客さんとか接客しつつ、生徒の相談にも乗りつつ、はい、ちょっとずつですが進んできましたね。そうですね、はい、だいぶその棚がはっきりしてきたのかなと思ってます。うんうん、実際言うとこの心拍なんはやっぱり本性なので、はい、本当に糸魚川の、うん、細かいのみたいにはまとまらないので、ここもしょうがないかなと思うんですけども、それにしても最初の方のあの針金をかけて当初よりかは全然まとまってきたなっていう印象ですね。なるほど。今草取りをしました。はい。で、それから竹張ります。こんな感じで整ったらなと思います。ちょっと伸びてるところはありますけど、破傷の性というところもありまして、まあこういう感じで荒れたところを剪定して下っ端を整えて棚を作ってあげると、こういうふうに今何でしょうね、力強さが出たりとか、整った感じが出たかなと思います。最初の頃と比べるとだいぶ。そうですね、さっき見たらスカスカでしたね。こう重厚感がやっと出てきたなっていう印象だと思うんですけど、まあ、もう少し全体的にもう少し枝ができればいいなと思ってまして、伸びた枝を結構探って作ってるような木なんですね。はい、なのでそのしっかりした枝ごとに棚を作ってあげるともっと格が出てくるんじゃないかな。古さとかがもう少し出てくるかなと思ってます。今だとちょっと枝がちょっと細いので、うん、っていう感じかな。はい、あのピョンと伸びてたやつどういう風にしたんですか。まあです。ここにありまして。あ、これで棚みたいになってるんだ。はい、こういう感じですかね。ちょっと外向くようにして枝、うん。これは将来的に。はちょっと切って太いところからまた吹き直させるみたいな。そうですね、そうですね、あの枝を太くして、途中の胴吹きを使って、短く押さえる。短く、なるほど、こういう感じで、はい、じゃあ最後桶、を張って終了です。はい、はい、今途中なんですけど、全体的に、まあ、土が少なかったのと苔が割といい感じで薄いやつだったので、ベタっていう感じになってしまったんですね。なのでちょっと凹凸出したりとか、あと膨らみを持たしたいなと思ったので、ちょっと中の方に細かい土入れていこうかなと思います。はい、土入れて、そして濡らして、こうやってのっけてあげるとこんもり、はい、しますね。ただこれ飾る時の話なので、正直言うと、まあ、木にとってはあんまり良くないというか、要は乾きやすい状態をせっかく作ってるのに保湿をしてしまう状態を人工的に作ってるので、まあ、これ天井終わったらすぐ取ってあげるようにしましょう。はい、はい、苔とこの ちっちゃい土ですね。はい、お待たせしました。伸び放題だった心拍の剪定と、まあ、ちょっとした針金掛けと苔張りですね。はい、先ほどちょっと言ったんですけども、ポイントとしては、輪郭を決めてざっと、じゃあ頭はここら辺だろうと、でそれに対して棚はこの辺かなっていうのを意識しながら作ってみました。なるほど。まあ、本当に1年前の1年前でしょ、2年前1年前ですね。1年半前ぐらいの。1年半前。はい。動画から比べると、相当葉っぱがこんもりしたなって印象です。そうですね。で、やっぱりそれだけ月日っていうのは、盆栽にとっては重要ですし、それと同時にこの肥料っていうのも重要かなと思います。そうやって培養していくことによって、どんな木でも収穫は上がっていくので、まずは骨組みをしっかり作って、
それで培養っていうのが、まあ、一つのこの形になったんじゃないかなって思います、うんうんうん。やっぱり荒れ放題になってた木を一旦は葉っぱも少なくきっちりかけるんですけど、うん、そうすることによって、最終的にはこんなにこんもりになっていくので、まずはしっかりした骨作りっていうのを意識して、そこからの培養が重要なんじゃないかなって思います。はい、はい。で、まあ、今回は展示会に出すということでしっかりこうやって苔を張りました。はい。なので、今後はですね、少し水はちょっと多めになってしまいますけど、苔を、茶色くしないような形で、管理をして、実際にお披露目の時には、綺麗な状態に持っていければなと思っています。なるほど。で、展示会なんですけども、11月のオープンは17、18になります。はい。16日は我々搬入してますので、まあ、開けてもプレオープン的な形ですので、うん、皆さんは、お越しいただく際は17日にお越しいただければなというふうに思ってます。はい。で、ほんの少しですけども、即売会もやりますので、今度は東潤フェスとか盆栽祭りみたいな感じではなくてですね、結構ちょっと皆さん本当お気に入りの木だったりとか、うん、しっかり作り込んだ木を出品される予定なので、まあ、ちょっと展示会にこういうの出してみようかなみたいな、そう思っている方はぜひお越しいただければいい商品が見つかるんじゃないかなと思います。という形で展示会に向けた手入れをやってみました。しっかり暗くなってしまいましたけど1日かかりましたね、すいません。という形で、この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。はい。Please subscribe and thumbs up. Thank you. Bye bye. ありがとうございました。ありがとうございました。おまけです。はい、キューバッチ。はい。釉薬バージョン。ホタルツワブキですか、これ。なんとかツワブキ。ホタルツワブキ。ホタルかな。ここは。どうでわかんない、あ、これ、うん、あ、これがホタルツワブキって言うんだ。ふ入りとか、そうそうそう、ふの形がホタルの光みたいだから、光みたいな。大野さんで買いました。かわいい。この差がいいですね。うん、こっちとこっちの差が、そう、そこはもうちょっと劣化してる感じのね。で、貫入が入ってるんですね。そう、貫入、炭入りです。こういうものももしかしたら販売出すか。か出すか。まだ今ね、いろいろ、いろんな釉薬とかで試して作ってるところなんで、はい、これは僕の展示でどっか使おうかなって思ってます。はい、こういうのもありますので、新しいような展示を、心がけておりますので、はい、ぜひ皆さん、楽しみに待っていただけたらなと思います。はい。多分、一番ふざけるの僕の展示でしょうね、きっとね。ちょっと変わったやつをやろうかなと思ってます。何もまだ準備してません。はい。はい、よろしくお願いします。はい。お待ちしております。ありがとうございました。